建造中のオリバー・ハザード・ペリー級、ミサイル・フリゲート・ハリバートン・トッドパシフィック造船所は、アメリカ合衆国ワシントン州、シアトル・ハーバー・アイランドに本社を置く造船会社である。1916年、ニューヨーク州ブルックリンのロビンズ・ドライドックリペア社、ニュージャージー州放防圏のタイジェン・ンロング、ドライドック社、シアトル・コンストラクションドライドック社の3社が統合し、 ウィリアム・エイチ・トッド株式会社として設立された。その歴史は1882年にロバート・モランがシアトルに修理工場を開いた時まで遡ることができる。工場は1906年にモラン・ブラザース造船所と改名し、1911年末にシアトル・コンストラクションドライドック社と改名した。同社はアメリカ海軍、オーストラリア海軍、 アメリカ沿岸警備隊、ワシントン州フェリーを、その主要な顧客とし、造船、整備を手掛けている。ワシントン州シアトル、カリフォルニア州サンペドロ、カリフォルニア州アラメダにその拠点を構える。リードの浸水式典に臨むハンスケイ・シェイファー部長、ありがとうございます。